それでは続いてのステージですが、ゲストアーティストとしまして、バイオリニストの奥村愛さんによりますスペシャルライブをお届けします。ここで奥村愛さんのプロフィールをご紹介させていただきます。奥村さんは7歳までアムステルダム在住でいらっしゃり、小中学時代を新潟市で過ごされました。東邦学園大学ソリストディプロマコースで学び、日本音楽コンクール第2位ほか受賞多数されております。各地でのリサイタルをはじめ、国内外のオーケストラとも多数共演をされている方です。東邦学園芸術短大での非常勤講師や、トータルスキンケアブランドのイメージキャラクターを務めるなど、今年デビュー15周年を迎えてますます幅広く活動をされていらっしゃいます。本日はワルシャワショパン音楽アカデミーを首席で卒業し、2005年ショパン国際ピアノコンクール4位入賞など多数の受賞歴を持ち、ポーランドの心を伝えるピアニストとして注目を集めています山本隆さんをお迎えしまして、美しいバイオリンとピアノのアンサンブルをご堪能いただきたいと思います。それではお呼びいたします。奥村愛さん、山本隆さんです。どうぞ。
皆さんこんにちは、バイオリンの奥村愛です、本日は政令指定都市移行10周年ということで、本当におめでとうございます、短い時間ですが、私のバイオリンとそしてピアニストの山本隆さんと、お送りしたいと思います。私は小学校2年生から中学校3年生まで、この新潟市、もう本当にこのホールから車で10分15分ぐらいのところに住んでいて、新潟小学校より中学校と卒業しました。まあ中学生までなのでちょっと行動範囲は狭いんですが、でも今でも家族は住んでますし、親戚がいたり学生時代の仲間がいたりと、でいろんなたくさんのご縁があって、お仕事もよくこうやってコンサートさせていただいているので、本当に新潟駅に着くと、あ、帰ってきたなっていうほっとした気持ちでいっぱいです。で、もう新潟を離れて20年ちょっと経つのかな、知らない間に自分の住所が変わってまして、なんとか区っていうのがついてて、しかもうち中央区なんですけど、東京で中央区っていうともう一等地じゃないですか。すごいいいところなので、うちの住所中央区になったんだっていう、ちょっとなんか誇らしい気持ちが、あったのを覚えております。誰も連絡くれなかったので、いつの間にか本当、知らない間に苦になってたっていう感じなんですが、このね、めでたいこの席でこうやって弾けることも大変ありがたく、思っております。バイオリンを続けても、30年以上ですかね、なるんですが、この新潟で過ごした時代が多分私のバイオリン人生の中で一番頑張った、時期なので、本当にたくさんの思い出があって、小学校、中学校ですね、中学生の時が、まあ、ここでね、公で言うのもなんですが、多分一番頑張った時期じゃないかなと思いますが、その時に、本当に学校の先生と友達とがすごく支えてくれて、で、当時の校長先生は、君はね、高校から東京に行くんでしょ、きっとわからないこともあって、あるだろうから、いつでも聞いてきなさいって言ってくださって、たまたまその時の校長先生が当時の、県知事さんと親しかったらしく、その県知事さんのお嬢さんも私の先輩なんですが、その学校に通ってたので、何でも聞くよって言ってくださって、
でその時の担任の先生も本当に俺は、音楽のことは全然わからないけどとにかくお前がいいと思うんだったら精一杯頑張れって言っていつもこう背中を押してくれてた先生だったので、本当にもう感謝しきれない気持ちでいっぱいです。まあね、これからもまだ出し物たくさんあるのであまり一人で喋ってもあれなので、次の曲に行きたいと思います。1曲目はですね、新潟もあと 2,3 日すれば桜が満開になるのかな、もうだいぶ、春らしい天気になってきたのでそれにちなんでベートーベンのスプリングソナタの第1楽章を聴いていただきました。次の曲はですね、ポーランドの出身の、作曲家ウィニャウスキーという作曲家がいるんですが、ウィニャウスキーの、華麗なるポロネーズという曲を聴いていただきたいと思います。
奥村愛さん、そして山本隆さん、もう一度盛大な拍手お願いいたします。素晴らしい演奏どうもありがとうございました。
がでしたでしょうか。なんだかこうワクワクするような新潟のプロモーションビデオでしたが、このビデオは2015年東アジア文化都市事業実施を契機としまして、新潟の文化に、誇りと愛着を深めていただきまして、さらなる盛り上げを図ろうということで、有志の市民、企業、団体の皆様にて発足しました新潟発信プロジェクトにより、制作されました新潟自慢というプロモーションビデオでした。歌唱を担当しましたのは、同事業の文化親善大使を務められ、もう新潟を代表するアーティストでいらっしゃいます小林幸子さんとねぎっこの皆さんです。そして本日はですね、10周年のお祝いにねぎっこの皆さんが駆けつけてくださいました。どうぞ皆さん拍手でお迎えください。ねぎっこの皆さんです。改めましてネギっこです。皆さんこんにちは。ネギネギ。こんにちは。ネギネギ。ネギっこのなおです。めぐです。かえでです。よろしくお願いします。ようこそお越しくださいました。ではいろいろちょっとお話を伺っていきたいと思いますね。どうぞ、はい、お越しください。お願いします。今ご覧いただきました新潟自慢というねプロモーションビデオなんですけれども、本当に歌詞とかもうビデオのもう至る所に新潟のいいところがいっぱい詰まってる、はい、ちょっとこうね楽しくなるようなそんなねビデオに仕上がってますけれども、はい、ねぎっこの皆さんは新潟観光特使も務めていらっしゃるんですよね。はい、そうです、はい、ではねそれぞれのメンバーの皆さんにとって新潟自慢って何かというのをですねちょっと教えていただきたいんですけれども、じゃあめぐさんからお願いします。はい、はい、私めぐの新潟自慢は新潟市の中心地に流れる信濃川ですね。あー信濃川ね、はい、日本一の川ですよね。そうなんです。本当に磐梯橋からこう見る景色がすっごく大好きでですね、うん、よくお仕事行く時だったりとか、はい、散歩がてらとかよく通って景色を見ながら、はい、新潟を感じながらいつも行ってます、はい、そうですよね。あんなに大きな川がある都市っていうのは、はい、なかなか全国探してもね、そうですよね。これはやっぱ自慢できますね。はい、はい、では楓さんは。はい、私もその関連になるんですけれども、信濃川沿いの堤防安らぎ堤がすごい大好きで、そうなんですよ。やっぱり春の桜を見に行ったりとか、夏になったら浴衣を着て花火を見に行ったりとか、本当にいいところだなと思いますし、はい、そうですね。今まさに本当桜の花がほころびかけたところですの で、 そうです、ね、もう満開の中を歩くのもう夢のようですよね。はい、はい、では奈緒さんは。はい、私はやっぱり日本海ですね。お仕事で今も新潟から東京にこう車で行き来したり、今新潟にみんな住んでるんですけど、東京から帰ってきた時にこう、あ疲れたなって思って日本海に行くとこう癒されるっていうか、はいはい、あってすがすがしい気持ちにすっきりします。そうですね、はい、冬は本当に荒々しいんですけれども、夏はね、はい、ゆったりとこの夕日が、大きな夕日が、はい、ね、ね、沈んでいくのはやっぱ新潟の風景ならではですよね。はい、本当になんか素晴らしいところやっぱりたくさんあるなっていう感じがしましたけれども、はい、皆さんはね本当にコンサートとかイベントで今やもう全国区ですから、全国いろんなところを回られてるんですよ。ですから外から見て改めて新潟のねいいところを感じたり、あるいはもっと新潟こうしたらいいのにってところもあるかと思うんですね、うん、はい、ではちょっとそんなところを聞かせていただきたいんですが、めぐさんどうでしょうか。そうですね、うん、先ほどもさっき新潟自慢のミュージックビデオが流れてたんですけれども、はい、新潟はいいところがたくさんあるのに本当に知られてないのがもったいないと思っていて、私たちもこのミュージックビデオの撮影で改めて新潟の良さをたくさん知ることができまして、うん、本当に新潟の人って結構シャイだったりとか、そうなんですよね、奥手でつつましい方が多い、はい、印象なので、はいはい、どんどん新潟のいいところどん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 皆さんがこう新潟の観光特使になったつもりで、うん、いろんな人にこう広めていってほしいなと思います、うん、そうですね、自信たっぷりでもね、はい、自ら一人一人がこう、ね、プロモーターになって、ね、はい、発信していただきたいところですかね。いっぱいあります。はい、では楓さんは。
そうですね、新潟は最近その電車の駅だったりとかバス停だったりとかがどんどんこう良くなっていってると思うので、もっともっとこう利用者が増えてもっと便利になったらいいなって思います。そうですね、はい、どうしてもちょっとね車で移動する方が新潟の場合多いんですけど、 BRT なんてちょっと可愛いですよね。あれはちょっと街にあると随分風景としてもちょっとね素敵だなと思いますし、 ね、それが一つのまた目玉になっていくといいなっていう感じはしますね。ではなおさん。はい、私はラーメンが個人的にすごい好きなんですけど、ラーメン、はいはい、もうラーメンが大好きで、結構ラーメン好きな方っていらっしゃると思うんですけど、意外とこう県外に行った時にもう新潟の美味しいラーメンを知らないっていうこととかがショックで、休みの日は父とラーメンを食べに行くのが好きなんですけど、はいはいはい、ね、カレーもね、ね、新潟は、そうなんですよ。新潟県はルーの消費量が全国でナンバーワンということで。みんなカレー好き？カレー、実はもう食べてますね、結構身近に。バスセンターのカレーとかも。ありますよね。美味しいですよね。バスセンターのカレー。うん、あと、お肉、ね、お肉とかにカレー粉をまぶしたりとかしません？鶏肉の大きな半揚げとか美味しいよね。結構新潟ではポピュラーなものなのかなと思っていますし、美味しいね食べ物を知らないと。どうですか、知ってましたか、ラーメンが有名とか。ラーメンは私まだ新潟ラーメンって食べたことないです。どんな味、どんな味、それは食べないともったいないですよ。もったいない、もったいない、もったいない、もったいないですよ。そうですね、ちょっと知らないことがまだまだたくさん、美味しいね、はい、ちょっと食べてみたいと思います。はい、さて、もう本当ね、皆さん全国区になりますが、結成は15周年なんですね。今年で14周年ですね。はい、15年目に入ります。15年目に入るんですね。はい、だから皆さんが小学校、中学校ぐらいですか。はい、小中学生ですね。ですよね、はい、素敵な大人の女性になりました。慣れてるかな、どうですかね、新潟美人に慣れてますかね。慣れてますよね、大丈夫。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。市長様からもありがとうございます、いただきました。でも本当にずっと一生懸命一生懸命地道に頑張って、もう去年は中野サンプラザですよ、ね、はい、NHK ホールも立ちました。 NHK ホールも、そう、もう全国にねぎっこのファンがね、いるというぐらいブレイクしまして、本当に一生懸命こう地道にね、頑張ってくる。それもまたね、新潟の良さというか、新潟市のね、人のやっぱり頑張りというか、はい、我慢強さというか、う、粘り強さというか、ネギ子を通して、うん、こうオリジナルラブの田島隆夫さんも、はい、サンシャイン日本海っていう歌を作ってくださったり。そうなんですね。そうなんですよ。新潟のいいところをちゃんと歌にしてくださる方もいらっしゃるっていう、はい、もっと知っていただきたいです。そうですね、はい、これから本当にもうまさに新潟からのね、はい、アイドルということで、全国に新潟を轟かせていただきたいと思います。ぜひ頑張ってくださいね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。拍手を送りください。それではですね、ここからですよ皆さん、ここからネギっ子のパフォーマンスご覧いただきたいと思います。では準備の方よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
ルドメニューと卒業します。応援よろしくお願いします。最後聞いてくださいね。バーディナー会場が明るくなりました。もう一度皆さん盛大な拍手をお願いします。
ありがとうございました。いいですね。本当にもう新潟を代表してこれからもますます頑張っていただきたいと思います。さてここからは夢ビジョンを描き実現に向けて行動する市民委員会のコーディネートのもと、新潟で暮らす若者によるワークショップを通しまして、未来の新潟に思いを馳せ新潟に向き合う若者たちの姿を映像でご覧いただきます。都会のいいところも田舎のいいところも持ってる、こうバランスがいいところ。湖というか潟があって、で信濃川も阿賀野川もあって、何も緊張もせずに帰ってこれる場所。僕の出身は新潟県魚沼市ですから、すごい山の中ですから、まあ都会だなという。一言で言うと大切なふるさとですね。私たちが住む町新潟、都会でもあり田舎でもあり、本州日本海側唯一の政令市でもある。新潟市が政令指定都市となって10年、一つの区切りを迎えました。時を同じく社会へ出て未来を作っていく立場に加わる私たちの世代、今回自分の未来と新潟市の未来について考えるワークショップが開催されました。今まで私が全く考えたこともなかったその意見を言っている人たちがいて、言ったことはどんどん書いていこうみたいな感じで、それで最後にまとめればいいやみたいな、まあ、こう言ってみると皆さん興味を持ってくださったりとか、うん、別のアイディアをこうどんどん出してきてくれて、こうワークショップが盛り上がって、結構アドリブ的にとっさに言ったんですけど、なんかすごいリアクションが良くてすごい嬉しかったですね。私たちがワークショップで実感できたのは、案外しっかりと他人の意見を受け止めることができるということ。知らなかった事柄でも自分の経験を通して近づくことができる、さらには相手が考えもしなかったアイデアを思いつくことさえある。受け止め受け入れることで起こる、まさに経験の掛け算といえます。今回のワークショップのキーワードとして浮かんできたのが受け入れるという言葉です。理解するや納得するなどとはちょっと意味の違うこの言葉。たとえ自分には理解できなくても、意見そのものを否定してしまってはいけないんじゃないか、自分にしか理解できないだろうと口にするのをためらったり諦めたらもったいないんじゃないかと思ったのです。それが自分たちの暮らしや住む町を良くしようという同じ思いを抱いているのなら、私たち若い世代がこれから作ろうとするものは前例がなく今までの常識に収まらないものも多いでしょう。受け入れてもらえないのではという不安もあります。前例がないという理由で実現できないという壁を感じたこともありますし、そういう例はきっと世の中にたくさんあるはずです。1回目より第3回の方がみんなバン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 書いて、でこうこうってですね、やっぱりまあベースがちゃんと出来上がってたので、まあ、驚きながら受け入れていくっていう感じでしたね。今回のワークショップで考えた未来の私たちと未来の新潟市、最初は手探りでしたが、一つの共通の問いに対してそれぞれの好きなことやこうなってほしいという思いを交わすうちに話し合いの幅が広がるのを感じました。新潟の大切な宝物、川や海や自然に関することはもちろん、芸術や街づくり、アイドルに関することなど多様でユニークな答えやアイデアが生まれました。私たちが新潟を好きでいる理由が新潟の未来を考える時の出発点となるんだと感じることができました。私たちが少しずつであっても
丁寧に形にしていくこと、それが次の世代にとっての新たな出発点になるということも。こういうふうに考えて暮らしてる人もいるんだなとか、目には見えないようなものをまあ得られたなとは思います。受け入れるというキーワードは新しい発想ではないかもしれません。それはこれまで多様な人、物、文化を受け入れ発展してきた港町新潟の DNA そのものと言えないでしょうか。多様性に寛容であること、一人一人の暮らしやすさ、望む未来は皆違いますが、私たちの世代が参加し作っていく社会はそうであるべきと思うことができました。自分のやりたいことをやるには新潟でやる、新潟市でしかできないことなので、新潟でいろいろやりたいなって思ってます。愛着のある新潟、好きになった新潟、これからの新潟を作っていく一人の市民として、さまざまな世代の中の一人の若者として、私たちは未来の新潟市を作っていきます。未来の新潟市を作る若者たちの率直な声、皆さんどんなふうにお感じになりましたでしょうか。彼らがですね、本当に新潟で生まれて育って、そして未来をね、もう作っていきたいと思うような、そういう気持ちを後押しできるようなね、そんな、まあ、大人でありたいというふうに思います。私たちも考えるきっかけを与えていただけたんじゃないでしょうか。さて、3時間にわたりお送りしてまいりました新潟市政令指定都市移行10周年記念行事も、いよいよフィナーレのお時間が近づいてまいりました。それではここで改めまして、篠田市長、そして本日のゲストの皆さんに登場願いたいと思います。篠田市長、そして奥村愛さん、ねぎっこの皆さん、どうぞご登壇ください。どうぞ、じゃあ中央の方に市長もお進みくださいませ。ちょっとじゃあ皆さん、もうちょっと皆さん中央に行って、市長真ん中に行きましょうか。はい、どうぞどうぞどうぞ。はい、さて、まあ、今回の10周年移行の、記念行事ですけれども、奥村さん、本日はいかがでしたか。はい、もう本当にいろんな盛りだくさんの、出し物があって、改めて新潟ってこういろいろな才能にあふれているというか、素晴らしいとこだなと思いました。ねえ、本当ですね。そしてねぎっこの皆さんはどうでしたか。そうです、新潟市政令指定都市10周年ということで、今日呼んでいただけることがすごく嬉しくて、ねぎっことして頑張って、ずっと新潟で頑張ってきてよかったなって思いました。そうですね、はい。さて、新潟市は次の10年に向かってまたね、歩み出すわけですけれども、奥村さん、新潟のこれからの10年に期待すること、はい、そしてまたね、ご自身の目標というと何になりますでしょうか。そうですね、やっぱり活気あふれる新潟でいてほしいなっていうのをすごく思いますね。古町とか、昔から馴染んだ場所がこういつも人でこうあふれて、愛のある町になるといいなっていうのを思います。で、私も今月末と来月とまた新潟でお仕事させていただきます。はい、皆さん お手元にあると思いますが、ね、ここであまり自分の宣伝するのもあれなので、これ以上言いませんが、こうやってずっと新潟とつながっていたいなと改めて思います。砂浜でを歌えちゃった自分を改めて、新潟県人だなというふうに今回思いました。そうですね、はい、はい、頑張ってください。ありがとうございます。ではねぎっこの皆さんはいかがでしょうか。新潟に期待すること、そしてこれからのねぎっこの目標教えてください。そうですね、やっぱりどんどんこう良くなっていくとはもちろん思うんですけれども、うん、これ今まである文化とかもちゃんとこう残しつつ、いいところをこう良くしていったらいいんじゃないかなって思います。そしてねぎっこはこれ今ツアー中でして、はいはい、新潟はちょっと残念ながら終わってしまったんですけれども、4月の28日にゼップダイバーシティでワンマンライブありますので、お時間ある方ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、これからも頑張ってください。ありがとうございました。
それでは最後に篠田市長よりご挨拶をいただきたいと思います。どうぞ中央のマイクで、はい、よろしくお願いします。私たちもじゃあちょっと前に行きましょうか。どうも皆さん長い間ありがとうございました。新潟素晴らしいタレントを持ってるなというのを確認できました。そして最後若者たちが多様性、それをまた受け入れ発展させる、この受け入れるというキーワードを出していただいた。本当に新潟は港町、いろんな文化、そしていろんな食、あるいは人材、これを受け入れて発展してきた町だというふうに思います。新潟の誇るべきもの、それは多様性、多様性を受けられる港町新潟、それをこれから皆様と共に発展させていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして、新潟市政令指定都市移行10周年記念行事、すべてのプログラムを終了とさせていただきます。ゲストの皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。そして長い時間お付き合いいただきました会場の皆さんもどうもありがとうございました。未来に向けた新潟のさらなる発展を記念いたしまして、ここでお別れとさせていただきます。本当にありがとうございました。